はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間八尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となってます。火曜日になって夜中ですね。月曜日は3連勝でした。こちらなんですけども、今2台のパソコン使ってます。で、25,392円ということですね。で、このようにね、インジケーターから、ライブ投資なんで、最終的な業界取引は手入力となってます。でですね、こちらの説明で、こちら1個ね、分析が出てるんですけど、こちらの分析をね、左側にも持っていったりするんですけれども、こちらはね、分析用に使ってますね、主にね。で、これなんですけどね、この、勝率ですね。僕は時間がね、12月、ね、18日、4時43、朝ですね。で、こちらなんですけれども、勝率が 78.7%、17個の取引が出てると。ね。で、33.8 ピップス、平均ピップスがね、事実上は 88.2% なんですね。非常に勝ちやすくなってるんですけれども、実質は 78.7% というふうなことで出てますね。今のところそんな感じなんですけども、実際の今までこれ分析では 88.2% なんだけど、今後わかんないんで落ちるんですよ。だけども、78.7% ぐらいいくんですね、成績が。昨日は3連勝でした。でね、先週も見た感じでもそうでした。先週は 75% ぐらいですね。10勝5敗。10勝5敗だから 75% でしたね。大体合ってるみたいですね。左側の上ですね。ユーロ GBP、78.7% で稼げるみたいです。ね、今後はね。で、実際は 88.2% ですね。で、2行目の下はね、これは、これ以上の勝率、ピップ数、ね、で、見ますよということですね。で、7日か、なのでって書いてるんですけどね、そういうことです、意味がね。で、戦略方法は、ここには記載も何もされてません。表示も隠してあります。ね。で、こちら、赤字って書いてるのはね、計算が出なかった時に、これは違うんだけど、これと違って、赤字は有効期限ですね。2019年12月まで動きますよというのですね。なんか、盗まれても、その日、この日ですね、表示される日の月までしか使えません。ね。ということですね。で、このようにね、FX も同じように表示、インジケーター、このようなインジケーターでやはり稼がせます。この平均ピープスね。左上のように 38.8 ピプスで出てますけど、これ1分足なんですよ、分析がね。だから、日足なんかで分析しますから、幅が広くなります。だから、その通りを知ってるだけですね。で、FX の場合、自動売買できますから、楽です。ただ、まだ作ってません。ね、で、投資金額も1000倍以上投資できますので、1日で100億円稼ぐことができます。FX の場合はね。1日で100億円稼げます。で、バイナリーオプションはね、月、せいぜい500万ぐらいですね。
多くて500万ぐらいです。一つのハイアンドロー車だったら500万が限界だと思います。月ね、場合によあのたくさん投資、5万以上1回に投資するとやっぱり使えなくされる場合もあります。だから5万円以上投資は金額はしない方がいいみたいですね。5万円以上ね、1回ね。だから結構大変ですね。どうやって投資するか。5万を10回投資して50万にで投資していくとかね、1回ね。でこれね、シグナルが通りじゃないと勝てません。追加のピン、追加に打つと負けやすくなりますので、打たないでください。打っちゃダメなんですね。まあ、誰にも使わせ、自分だけで使うんだけども、まあ、そんなことでね。で、まあ、彼女には使わせたり しますけどね。仕事を与えるということでね。うまくやれば月500万ぐらいは稼げるということですね。まあこんなにうまくできるとは思わなかったんでね。FX の方も1日で100億円稼げるなということでね。1日100億円だから結構すごいですよね。ハンマヨ先生ね。1日100億円だから月に1ヶ月だったらいくら、1日100個でしょ。で、土日休みだからね。で、20日間として、2000だから、2兆円、まあ1兆円、半分とかって、ね、1兆円1ヶ月に稼げるんじゃないかと。と、ビル・ゲイツさんとか、ね。